今日久しぶりに曇ったから。この夏はずっと天気お天気だったのに。天気お天気？うん、だからいいお天気だったってこと。でも私は曇ってる方がいいですね。ちょっとは涼しいですし。そうだね。受験して受かったらだけど。うん、そうでもないと思うよ。割とすぐじゃないかな。転んでるみたいに見える。でも笑ってるよね。ドキドキしちゃった。どっかすりむかなかった？平気平気、テクあるし。教えてよ。まあ度胸ってやつ。それテクちゃう。疲れちゃってるね。ちょっと怖いかなって。風が気持ちいいね。草の汁かな。手が緑色になってる。どれ？ねえお兄ちゃん、一緒に滑ってくれないかな。それだったら怖くないと思う。
うだね。川からの風が気持ちいいね。こっちでも泳げるのかな。無理でしょう。上流と反射にしては変だよね。それに、なんでだろう。水が全然隠れちゃってる。本当だ。行ってみよう。うわ、霧？霧があんな風に発生するかな。そうだよね。変なの。あそこだけ消しゴムで消されたみたいだね。そんな感じだね。え？京介、こんなの見たことあるの？あの時、京介ちゃんが言ってたのが、これ？何だったんだろうな、あれ。
変だよね。ほら、僕らこの前図書館で調べたでしょ。その時、京介が言うようなの見つからなかったし。信じてくれるかな。夢でも見たのかって言われそうだよね。大人には秘密にしておいた方がいいよ、こんなこと。なんか怒られそう。そう、そんな感じで。そうじゃなくて、あれ、人が倒れてない？本当だ、大変だ。喧嘩かな。とにかく行った方がいいよ。とにかく誰かに知らせないと。警察？大声で叫ぼう。誰か電話してくれる。うわ、おはよう。Thank you.
わかった。終わったらすぐに戻ってくるの？わかるような人だったら最初からそんなことしないか。うん、そんなのなかったはず。どうしよっか。あたしら行ってダメなら通りちゃんにお願いしてみるとか。けどとにかくあたしや京介くんよりは効果がありそうじゃん。